はい、ということで今日もですねダゴチン釣りやっていこうと思います。で今日も前回と同じ日の島のイカダに来ました。で今回がですねこんな感じで海が荒れてるんですけど、本命のチン狙って釣っていこうと思います。で今回はダゴチン初めてする友達と来てるんで、全然教えれるような実力はないんですけど、まあいろいろね教えてダゴチン釣りって楽しいよっていうのが伝わればいいかなと思います。よっしゃ、今日一発目いきます。あー、右から左に流れとんね。大丈夫、うん、割れた今。割れたんかな。あ、今割れた。あ、今割れた。ああ、多分めっちゃちょうどいいぐらい。あ、そういう感じ、うん、俺のは多分ね。あ、しくった今。おお。来とる来とる来とる。おお。めちゃめちゃもろいやん。来とる来とる。おおおおおお。もういったの。引いとる。おお、引いとる。おお。もうどんどんま。どんどんいいぞ。うん。タモいる？タモいる？マグロ？マグロやこれ。ちょ、あげよう、ちょっと絡まないように。味や、でかい、でっか味。待って、でも味が来とるってことはいい感じな。いや、死ぬがちょっと厳しいかもしれない。あ、そう。ナイフ、ナイフ。しょっぱなね、初フィッシュでいい味を釣ってくれました。まあ、味は多分大群でいるんでぼちぼち釣れるかなと思いますと思ってたらヒットしましたね。え、めっちゃ不要な。うん、なにこれ、引いてるって感じ。だって土砂降りじゃん。あ、割れた。これ来るよ。あ、でもまあまあ引くね。もしね、おーおーおーおおお。うん、タモ。絶対アジだろうけど。あ、違う。アジだ。でかいでかいでかい。アジでかい。アジがでかい。おお、あ、切れた。引っ張りすぎたね。うわ、もう帰ろう。見えとん、聞いたもんね。やば、よかったね、屋根あるところにしたの。これも多分こんだけ振ったら多分漏れてきそう。でもほんとやんできたんじゃない。だいぶいいね。足団子割れんくなったわ。あのね、あの水場含みすぎたら割れんくなるもん。あ、だけ雨にその濡れて、そういうことね、あんま良くないっすよね。あ、来た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 。もうでかいね。嘘。今までいい。絶対嘘。ちっちゃいガラカブじゃ。おお、いいね。うまそうやん。天ぷらして、ちょ、刺身サイズ釣って。キツの、きた、おお。そうでもない。うーん、そうね。高いや、高
タイヤ。ちっちゃいタイヤ。ちっちゃいね、ちょっと。衝撃ぐらい。ちっちゃいね。これちっちゃいね、さすがに。来てるね。うわ、ちっちゃい。じゃない。タイ。これ、いいんじゃないこれ。いや、叩き寄る。あー、ちっちゃいね。ちっちゃい。味やない？いや、ちっちゃいタイだと思う。もうなんなんこいつマジで。たらでかいんだけどね、このサイズ。お、味だ。よっしゃ、味だったらでかいって言って味だった。よし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 。お、でかいでかい。これはもったいない。刺身サイズね、これ。20割るんじゃない？なんか来てそうだったね、今。なんかっぽい感じだったね。あー、来た。あー、でもこれなんかタイっぽくない？ちょっと待って。おー、ほら、タイっぽくないと思ったからカブだった。あ、背掛けでもいいかもね。その竿でまあまあでかいヒラメとか買ったら。じゃじゃ、水にもつけたがいいど。つけれた。そこはやばいど。もうちょい奥がよくね。どうこのガラカブ。さっきのででかい。これ持って帰るか。あんま釣れとらんし。普通にいいサイズよね、これ。ギリギリ持って帰れるぐらいの。あー、でもどうかな。でかい、でかいのだってくれな。んでも叩いとるね。おー、叩いてる叩いてる。いいんじゃない。いらんかったな。これが入る。こう。あ、来とる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 。うわ、でかい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 。でかいよ。これいいよ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 。もうね、簡単に上がってくるスタイルだよ。ダメや。うん。リク、俺の方がひどい。うん？ピュンっても跳ねたもんね。もうちょっとですね、あのイカダの反対側に場所を変えて釣ってみようと思います。こっちの方だったら、まあ、でかいチヌが釣れてもいいかなっていう淡い期待を込めて移動してきました。いいね。さあ、どんなのものを待っているでしょうか。バラさん用にこれ着とるんじゃない、だいぶ。おお。あんまりガチガチだと多分ね、張り付きれるもんね。マジでマジで。おいおい、マジで。あ、トロギ入れる。
だ親指じゃなくてドラグでちょうど。そんな出る？いや、あの最悪バレてもいいけん、なんかが見たい。いいね。なんで？あ、ボラだやっぱボラや。いやいや、ボラうまいとよ。マジ？うん。ここら辺のボラマジうまいけん。ふてふて。やっぱボラだったか。おお、来た来た来た。まあ本命ではないが綺麗やで。二人ではないね。まあ 500% ボラでしょうね。いいね。来た来た来た、もう来とるんじゃない、そこまで。どうする？リリースだろ。リリースする？もう、いやいや、もうこんなんいらん。はい、ということで帰ってきてからさばいてたんですけど、いやこんなね、もうめちゃくちゃ内臓脂肪びっしりのボラでしたね。いや綺麗な海で釣れたボラはですね、もう控えめに言ってもうタイとかより全然うまいです。ぜひね皆さん、あの綺麗な海でボラが釣れたら食べてみてください。